姫路球場は兵庫県姫路市の手柄山中央公園内にある野球場。施設は姫路市が所有し、姫路市スポーツ振興財団が指定管理者として運営管理を行っている。1959年3月竣工会場以来、高校野球や社会人野球などアマチュア野球公式戦が行われている。プロ野球は、 同年3月19日にコケラ落としとして開催された阪急ブレーブス対大阪タイガースのオープン戦が初の試合。公式戦では阪神が同年と1968年に計算試合、阪急が1960年、1961年、1964年に計算試合、国鉄スワローズが1960年に1試合を開催した。 近年では1991年から1995年にかけてオリックスブルーウェーブが公式戦を毎年一試合開催したほか毎年3月にはオリックスがオープン戦を8月には阪神がウエスタンリーグ公式戦を行っている NPB 以外では関西独立リーグの公式戦や女子プロ野球の公式戦が行われている 2014年から2016年までベースボールファーストリーグの姫路ゴートワールドが本拠地球場として使用していた。老朽化のため2011年冬から2014年春まで約23億円をかけメインスタンド内野スタンドとグラウンドを解体2層式だったメインスタンドを1層式に変更して屋根を新設、ベンチ席と芝生席を併用していた。 内野席を個別座席に変更、両内野スタンドの下にブルペンを新設、外野芝生席の中段に設けられていた手すりを撤去して、傾斜を緩くし、グラウンド両翼を95メートルから100メートルに拡張するなどの全面改修工事が行われた。これに伴い、メインスタンド内に入居していた、食堂、一類、側スタンド下に入居していたアマチュア向けのボクシングジム、 姫路ボクシングジムは撤退した。この間は一時閉場となり、姫路市内に姫路球場以外で高校野球兵庫大会の開催可能条件を満たす球場がないため、姫路球場の改修工事完了まで一時中断となった。2014年2月に改修工事が完了し、同年3月8日に竣工記念式典が行われた。同年3月9日には、 リニューアルオープン記念として、プロ野球オープン戦、オリックスバファローズ対北海道に。なお、2015年以降は、従来の平日開催に戻されている。高校野球は、同年3月16日に、東洋大学附属姫路高等学校、野球部総部50周年記念試合、東洋大姫路大法徳学園が行われ、以降、春季高校野球兵庫大会から順次、 再開されている。プロ野球ウエスタンリーグ公式戦は2014年8月31日の阪神タイガース対中日ドラゴンズから再開。2015年以降も毎年8月の日曜日に阪神主催試合が組まれている。2015年7月1日より姫路ケーブルテレビが命名権を取得し、同局の愛称に由来するウインク球場と呼称される。 契約期間は2020年3月31日まで。2016年より老朽化が問題となっている高砂市野球場に代わって全国高校軟式野球選手権大会の試合会場となっている。戦後間もない頃から平成初期には姫路城の敷地内を三の丸野球場や本町野球場として使用していた。左側が主催球団。 2018年終了時点で13試合を開催。内訳は、セリーグ4試合、パリーグ9試合、観光交流。姿勢の概要平成27年版。姫路市。2015年9月24日閲覧。完成から、半世紀姫路球場改修へ14年春。完成予定。朝日新聞姫路市立豊富球場では、交通アクセスの問題や小規模のスタンド、 駐車場しかない、スコアボードが得点とカウントしか表示できないなどの、理由で大規模な大会は開催できないものの、春季、秋季高校野球の姫路地区予選は開催されている。姫路球場の改修完了3月8日、再オープン姫路球場、ウィンク球場に、命名権募集で手柄山の3施設に、愛称神戸新聞ネクスト、2015年6月23日。 姫路球場他に施設のネーミングライツを取得、ネーミングライツスポンサーが決定しました。玉とめぐり第33回国宝姫路城で1日だけプロ野球が行われていた。姫路城内球場。ありがとうございます。